滝沢ダムは埼玉県秩父市一級河川荒川水系中津川に建設されたダム。独立行政法人水資源機構が施行を行った多目的ダムで荒川の地水と東京都、埼玉県への利水を目的にとねが荒川水系水資源開発基本計画に基づいて計画された荒川上流ダム群の一つである。高さ132メートルの重力式。 コンクリートダム。荒川水系では、同じ秩父市にある、二瀬ダムより、流域面積は小さく、浦山ダムより、堤高は低いものの、ダムの規模としては、埼玉県で最大である。ダム建設に対する反対運動で事業が長期化したダムとしても知られている。2008年に竣工したが、試験淡水中から、複数発生していた地滑りが、 申請化しなかったため対策工事が施され、2011年3月に建設事業を完了。2011年6月18日に、水名碑の除幕式と建設事業、完了報告会が行われた。ダムによって形成された人造庫は、一般公募によって、奥秩父もみじこと命名された。秩父玉街国立公園に含まれている。 荒川総合開発事業に基づき九百六十一年に荒川本川に二世ダムが建設されたが、その後も首都圏の人口は急激な伸びを見せていた。九百六十七年の水害を機に、さらなる洪水調節の重要性が高まった。このため建設省は荒川水系総合開発をさらに進め、九百六十九年より主要支線である中津川に滝沢ダム、 1972年より、浦山川に浦山ダムと大規模な特定、多目的ダム建設計画を進め、予備調査に入っていた。一方、利根川水系水資源開発基本計画に、基づき首都圏の水亀として、特殊法人水資源開発公団は、利根川上流ダム群の計画、建設を進めていた。だが予想を上回る人口の増加は、 利根川単独での水資源開発の再検討を迫られ、結果利根川水系と密接な関わりを持つ荒川水系の水資源開発も必要となった。これを受け1974年に荒川水系は利根川水系に組み込まれる形で水資源開発促進法に基づく開発水系に指定。浦山ダムともに滝沢ダムは1976年に事業が 水資源開発公団に移管された。これ以降は、水資源開発公団法に基づく多目的ダム事業として、公団により事業は進められることとなった。滝沢ダムは、浦山ダムよりも早く、1969年に計画が発表されたにもかかわらず、建設進捗は、浦山ダムより遅れている。これは、大滝村の水没世帯数が112個と多く、 保障交渉が長期化したためである。水没する大滝村の住民は、6つの対策団体を作り、滝沢ダム建設を強行に反対、秩父漁業協同組合も漁業権をめぐって、頑強に反対した。1977年には、水源地域対策特別措置法の対象ダムとなり、水没地域への国庫補助等も定められたが、1988年に、 主要5住民団体との保障交渉が打結するまでは11年を要した。さらに、秩父漁協との漁業権保障の打結及び最後まで交渉が持たれていた滝沢ダム建設同盟会との保障交渉打結は1992年まで続き計画発表から保障交渉打結まで実に23年を費やしている。日本の長期化ダム事業の代表格であるが、 土地収容法を行使せず、あくまでも地道な交渉を継続した。一方住民側も移転後の生活再建のために妥協しない姿勢を貫いた。1996年に112個の移転がすべて完了。保証問題は解決し、ダム本体は1999年着工となった。ダムの形式は重力式コンクリートダム。高さは132メートルであり、 荒川水系には、浦山ダム、国土交通省が計画中の新大道ダムと、全国でも、屈指の廃ダムがひしめいている。洪水調節、不特定利水、東京都、埼玉県への上水道供給、東京発電による発電を目的としている。ダム建設に伴い自動車道路も整備され、国道140号線が全線開通した。古来、父王と呼ばれ、 従来秩父湖畔を通過していた国道140号は大滝村に入ると道幅が狭くなる上埼玉県と山梨県境の仮坂峠が長年にわたって自動車普通区間となっていたため甲府市が終点であるにもかかわらず自動車は大きく迂回しなければならなかったしかし1998年仮坂トンネルが関東山地を貫通し 片側一車線の道路が整備されたことにより、秩父王冠は復活。秩父市や北関東方面と甲府市の距離は一挙に縮まった。ダム直下流にあるループ橋の来電26目標も特徴的である。ダムが建設される中津川は、下流に中津川渓谷、上流には中津橋があり、ダムを含めて秩父玉街国立公園に指定され、不動の滝や、 公用の名所となっている。計画を超える水量があった際の非常用ゲートの稼働を確かめるため放流が行われる。2018年5月27日、4年ぶり3回目の放流が実施された。ありがとうございます。